はい、時刻は9時30分を回りました。嘘のような本当の輪のお時間です。はい、私、パーソナリティは土井秀人がお届けしますがね、FM 宜野湾 FM 小座同時放送ね、最後までお付き合いくださいね。はい、今週も出てくるかな、嘘っていう話、もうね今から楽しみなんですけど、素敵なゲストをお迎えしています。はい、まずはね、番組ご意見ご希望もろもろはアドレス797@fmginowan.com 797@fmginowan.com にぜひぜひお便りくださいね。はい、ホームページからね、見ることができます。 YouTube ね、チャンネル登録もよろしくです。はいはい、放送ね、スマホで聞く場合、アプリリスラジもしくはマイチューナーレジオダウンロードで簡単に放送を楽しめますということでですね、お届けしていきましょう。今週も東京からまずは、WO イーストドクター水素ボトルの北条雅弘さん、おはようございます。はい、おはようございます。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、今日はね、3月、まあ、だんだん沖縄もね暖かくなってきたかなっていう気がしてます。どうでしょう、初夏のね匂い漂う季節になってきましたが、はい、今日はそれでもね寒いところから、スペシャルゲストねお迎えしています。山形県米沢市から、行ったことある人、あ、3人ぐらいいたね。はい、そんなわけで、本田貞久さんお迎えしています。本田さん、おはようございます。おはようございます、本田です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、まあどちらの本田さんかっていうと、これあれですか、本田さん、やっぱりあの肉ですか。肉ですね、もう米沢牛ですね。もうね、最高ですよ、毎日食べられるんですから。うっとりこうね今思い浮かべてるんですけど、ひょっとしてすき焼きです。すき焼きとね、しゃぶしゃぶとね、焼肉もね、おいしいところです本当に。もう牛タンとかもう異次元ですね。びっくりしました。いやーね、皆さんグルメ番組とかしていて今も妄想力がいっぱいなんですけれどもね、そんな、山形県米沢市からね本田貞久さんをお迎えした理由がございますね。本田さん、あれですか、今週ね放送に来ていただきましたのにはね、はいはい、理由がありますでしょうかね。理由があります、はいはい、沖縄はちなみに何度目ですか。沖縄は今回でですね、人生で3回目です、私は。お、はい、いやいや、まあ、新人と言っていいかどうなのか。まだまだ新人ですね。はい、ちなみにご年齢は。56です。ああ、なるほど、はい、もう自分らにね、本田さん近いとなんかほっとする。近いです、そうですね。ちょっと間違うとね、あの孫みたいな人を出たりしますからね。ラジオにもね、確かにね、多彩なゲストを、お迎えしてお届けしておりますね。嘘のような本当の輪ということでね、なんですけれども、はい、3回目の沖縄、はい、はい、どうですか、間が空いてます、この3回っていうのは。3回、やっぱり今3年前なんですよ、前回来た時がですね、はい、はい、でその時もやはりあのコロナの、状況だったので、やはりその時初めて、来たんですけど、やっぱりね国際通りがもう本当にね人通りにいなくて、ここ沖縄ですよねって感じで、私もちょっと目と疑ったんですけども、でもやはりですね、私あの米沢なんですけども、やっぱりねあったかいんですね、こっちが、やっぱり朝 あの気温もですね、氷点下普通なんで、3月でも。ああ、そっか、はい、そうですよね。朝のね一番のお仕事が雪下ろしですもんね。はい、朝4時から除雪作業始まりまして、それから朝スタートです。あ、3時間。3時間毎日3時間雪を下ろす。うちの息子なんかね、テレビで見ますとね、その雪下ろし、はい、あれ楽しそう、やってみたい。だって楽しくないですよね、きっとね。いや、一回ね、1週間ほど合宿みたいに来ていただければ教えていただけそう。はい、ぜひぜひ。筋肉痛だらけにしてお返しします。で、はい、そんな筋肉痛も、もしかしたら良くなってしまうんじゃないかっていう驚きの事実がね、はい、なんかあったようななかったようなね、はい、はい、今日もう一方、はい、ね、ゲストをお迎えしております。はい、
ご案内しましょう。新潟市、こちらもね寒そうね。新潟市から笠原律子さん、おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。お二方はカップル？いえ、違います。あ、違います。はい、はい、違います。はい、どういうわけでこのお揃いで沖縄に？あ、昔ねたまたまですけども、うん、ちょっと新潟の方に伺った時にちょっと知り合いまして、うん、で私ちょっと体的に、まあ、ラジオ番組なんで見えないんですけども、うん、まあ、いかにも悪そうな体型してますんで、うん、その時にですね、僕もちょっと健康に興味あったので、お知り合いの笠原さんとですね、うん、ちょっと東京に伺って、それからあれですね、社長と、あ、北条さんとのね、の出会いがあって、はい、うん、ちなみにその頃本田さんは具体的にありました、はい、僕なんかもうさっきね、さっきだってお話ちょっと盛り上がっちゃった、先週ね、はい、普通みたいなで、はい、ありますけど、私もね、実は今から、5年前にちょっと手術したんですよ、はい、足の手術を。どういう、静脈瘤なんですけども、はい、それで良くなるのかなと思ったんですけど、逆に手術した後に変な鈍痛が続いてですね、いろいろその後になんか突発性めまいとかいろんなね現象が起きまして、そこでやっぱりね、なんかないかなという時にですね、まあそれから原因じゃないですけど、それをきっかけにですね、いろんなものを探してたんですね。はい、でその時に一応水素ガスっていうことをちょっと紹介されまして、うん、まあ昔からちょっと知り合いだったね笠原さんを連れて、一人で東京行くの寂しいので、はい、一緒にね伺ったことが、まあ勃発だったというかね、初めは。まあもちろんね、健康をね意識されてっていうのは万人というかね、はい、皆さんあると思うんですけど、うん、具体的にちなみにそのまあ鈍痛が続いた、はい、足、右足、はい、左足、はいはいはい、両足なんですよ、両足、はい、初めての体験を東京でされて、はいはい、うん、どうでした？まず初め驚いたのが、うん、私、まあ、体的にねちょっと大きいので脂質的にだいぶねあるんじゃないかと思った時に、やはり血管の方も結構脂質タイプのね太い血管でね、血液ドロドロだったんですけども、やはり吸ってからほんと30分で流れがもう全然もうね段違いに変わったことと、やはりその時もだいぶ疲れていったんですけども、やはりね疲れが消えちゃったんですよ30分後に、うん、これでね、何ですかっていうふうに説明を受けたときにいやー、こういうもんなんですねっていうこと言われてからですね、私もそれから吸い始めたんですけども、まあ、約2年経ってますけども、やはりいろんな意味で改善されまして、うん、いや、どんつもだいぶ薄くっていうかね、頻繁に起きなくなりましたし、突発めまいになんなくなりましたね、うん、はい、体のデータもね、なんか最近すごく良くなったっておっしゃってました ね。毎年健康診断でいろんな数値とか見てますけども、うん、まず血圧がですね、一昨年だと130で、上が90あったんですけど、去年の検査では、上が115の、下が76とか、あと中性脂肪が190ぐらいだったのがですね、なんと90台まで落ちたという。いいですね。先生が何かしてますかと言われましたけど、はい、最初にね、そのダブルオイストさんの方でね、はい、いわゆる血流をちょっとこのねモニター、タブレットみたいなのをね、はい、モニターで見ました、ご覧になりました？見ました、見ました。その時にじゃあひょっとしてやっぱりこう糖質というか、はい、ね、はい、血管があれ詰まってる気味かなみたいな、もう目の当たりにしちゃったわけですね。そうですね、あの時自分のやっぱり血管にやはり言い方はあれですけど、こびりついてるイメージがあったんですよね。でやっぱり吸う前と吸った後ではやはり流れが全然変わってきたのでね、これでもし綺麗になればもっとねいいんじゃないかなという率直な感覚で。そこなんですよね、自分自身もそうだったんです。あれでねやっぱ驚きましたもんね。お医者さんではあれ頼んでもやってくれないんですよね、うん、そうですね。ただまあいろんなね大学、有名な大学では血管の中を見ようとすると機械、うん、もう一択なんですよ、ほぼ。他のものではなかなかこう評価がしづらいっていうことで、世界中の学者さんたちが使う
機械で皆さんの血流を見ていただくんですけども、まあ、その結果ね、今はこうですって吸っていただいたらそれがうわーっと動き始める。口ではどうとでも言えるんですけど、やっぱりね、自分他人のね、話じゃなくて自分自身が目の前で変わるっていうのを体験していただくと皆さんうおーってなるわけですよね。そうですよね。先月もね、2月の6日だったかな、にね、この FM ギノワンさんのね、ロビーフロアでね、体験会やらせてもらったんですけど、いよいよやっぱりまさにね、うおーってね、声がね漏れちゃうっていう感じが、やっぱね、あれを見ていただくとねっていう感じですよね。そうですね、女性はギャーって言いますしね、そう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 、まあ、肌がねツルツルなるのも一瞬でわかることだから、女性なんかギャーって言うんですけど、男性はうおーって言いますよね。ですよね、はい、なんでね、毎月多分ね、補助さん、まあ月頭ぐらいかな、このね FM、ギノアンのね、いつもよくしていただいている山内社長の許可をご了承を頂戴して体験会をやってねやらせていただけると思いますので、なんかねいつ頃あんのとかね気になった人はね、ぜひぜひ FM ギノワンさんの山内さんにちょっと電話くださいね。はい、というわけでですね、はい、僕もね同じ本田さん経験をしてましてね、はい、やはり今年59歳で同級生なんですけど、やっぱね肌ツヤちょっとね、なんとなくね良くなってきた、良くなってるねって言われると、嬉しいもんですよね。ましてやその中身がね、脂肪が取れてって。確かにね、なんか睡眠とかも変わりませんでした？あ、そうですね、私も最近睡眠を見るアプリをちょっと導入しまして、うん、やはり見てるんですけども、やはり深く眠る時間帯が長くなったりとか、やっぱり朝の目覚めですね、全然やっぱ違いますよ。そうですよね、スパーンとね、スパーンといつもよりも早い時間にスパーンと目が覚めますよね、不思議ですよね。あれは早く目覚めてもね眠い感じないんですよ、うん、そうですね、それ不思議ですよね。これはどうでしょう、ちなみにいきなり振るようですけど、新潟からお越しの笠原さん、はいね、睡眠、はい、睡眠はね、うんうん、ぐっすり寝ています。水素を吸うようになってから本当に本当に疲れが取れるというか、ぐっすり寝てる気がします、うん、毎日、はい、これも何でしょう、血流が、ね、そうですね、血流が良くなったことで自律神経が整えば深く寝られるん で、うん、深く寝られれば自分の体の修復能力が上がるんで、結果的にすごく疲れが取れたって感じるわけですよね。だからそうだ、ね、全部、そういうことですね、全部きっかけは全部血流なんですよ、自律神経、うん、確かに確かに、まあ、深く眠れれば、ね、こう体の調子も整う、はい、そんなね不思議でも何でもないようで、嘘みたいなことがね起きると思います。この後ね一旦 CM を挟んで、またね、本田さん笠原さんにお聞きしたいと思います。引き続き聞いてくださいね。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当のはね、この輪はね沖縄の輪、お話っていう意味ですね、はい、輪になって、これね健康になってきましょうね皆さんね。はい、というわけでね、パーソナリティ土井秀人と今日もね、WO イーストのドクター水素ボトル北条さんをお迎えしてますが、はい、さらにさらにゲストの本田さん、先ほどからね、すごく良くなってっていう感じがひしひしと伝わってくるんですが、はい、非常に過去ダメージを受けてしまった、どうでしたか。私もね実は軽く子供が一人いましてね、軽くねやられたことはやられたんですよ、もうコロナ拾ってきて、うん、まあ一緒にね父子家庭で育ってるもんだからしょうがないなと思うんですけど、ダメージ大きいのなかったです今まで。ありましたね、私もいろんな人と会うので、うんうん、たまたま去年ですね9月の本当 日にち覚えてますけど12日に私コロナに感染したんですよ、はい、でその時にもう本当に39度2分の熱出たんですけれども、いやもう社長コロナ移りましたって電話したんですね。そしたらこういう時こそガス吸いなさいって言われましてちょうど僕にも2本持ってるんですよ、
ドクター水素ボトルを、うん、もう本当日本体制で朝までガンガン吸ったらですね、朝もう一回検温したら、寝る前39度、2分以上あった体温がちょっと疑ったんですけどね、37度になってるんですねと思って、うん、でまだ吸いながらその30分後測ったんですけども、やっぱり37度なんですよ、うん、まあこれね、私もこんなに熱がね急に落ちるなんて周りが聞いたことなかったんで、おっちゃんになると長引きますよね、だいぶ大変ですよ、うん、はい、わかります、あれは僕も正直でびっくりしました、うん、ってこんな感じで、で本当にね、たまたま僕はドクター水素ボトル使ってたんですけど、弟も感染しちゃったんですよ。でも彼はね水素吸わなかったんですけど、10日間ほど苦しんでました。それは大変でしたね。大変でした。なんでしょうね、うん、この差は血流というのはね、一応慶応大学さんがネイチャーなんかでね発表されてるんですけど、雑誌というか、これはネイチャーじゃないな、慶応大学さんが健康新聞っていう新聞で発表されてる方の論文で言いますと、サイトカインストームっていうですね、コロナ、まあ、またはがんの末期の場合の炎症反応ですね、体の血管の中が詰まってくるような状態で臓器が動かなくなるようなサイトカインストームっていうのを水素は血管を広げるので抑制して重症化させないっていうことを発表してるんですよ。なのでまさにその水素はね、うちの水素で吸っていただいたことでそのことが起こっているっていうふうに考えていただければ、体温がね、みんなどうだろうな、水素吸い始めると37度とか37度5分ぐらいまでスーッと落ちてくるんですよ。その、ま、吸う前は40度近くいってるのにスーッと落ちてくるんで、あとはしっかり吸っていただくと上がらないで、まあそのちょっと高いぐらい の体温がずっと続いて最後ポコンと落ちるんですよ。だから重症化しないっていうのが非常に特徴的ですね。なるほどですね。まあね、コロナもね、いよいよまあ終焉に向かいつつあるとは言いながら、その自律的ななんかね、素晴らしいんですけど、僕ね、そうそう、本さん、この放送を借りてじゃないんですけどね、私この放送を聞いてくれた友人がですね、こんな質問あったんですよ最近。それは水素ボトル何でもいいのとかね、あとね、水素水を飲んでるんだけどってなんか、ね、どうなのって、いや、それとはやっぱ違うもんなんですか、ね、明らかに違いますね。まあ前にもちょっとお話しましたけど、うちの水素ガスっていうのは酸素と水素をきれいにまず分離しているっていうことですね。これができてないとすぐ水素を一旦沸いたとしても、酸素と再結合してしまって水に戻っちゃうんです。だから高い濃度の水素ガスが鼻の粘膜に触れた時に初めて血流が良くなるわけであって、低い濃度の水素ガスだから、水素よくね、他の会社さんは水素でアスリートがね、私水素吸いましたとか良くなりましたとかって言ってるのを指さして、あれ水素なんですよ、うちも水素なんですよって言い方しますけど、水素は濃度によって全く起こることが違うんですね。なのでそこら辺やっぱり良くない、濃度が濃くないとダメだし、まして水素水は水素ガスとはもう次元が違うぐらい濃度が低いので、お肌をツルツルにすることはできますけど、何か病気が改善するなんていうようなことはもうほとんど論文もないですしね。なるほどですね、やっぱりね、体験ね、水素勉強会に来ていただいてっていうところがからね始まるんでしょうね、きっとね。はい、もう一方ね、勝原さんにもお聞きしたいので、はい、はい、ちょっとね一旦 CM 行かせてくださいね。はい、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はいね、嘘のような本当のはねお届けしてますけれども、はい、ゲストのね引き続きね、今振りを入れさせていただいたね、新潟から笠原律子さん、ちょっとね時間が、はい、ね、なかなかあっという間過ぎちゃってなので、はい、来週来てくれます、
はい、わかりました。はい、ありがとうございます。いい友ではないです。ああ、そうか。それじゃあ、古すぎる。古すぎる。はい、そんな形でね、ちょっと最後締めにね、はい、本田貞久さん、うん、はい、なんか先ほどちらっと出ました、沖縄うちなんちゅうって言うんですけどね、はい、沖縄の人がぜひやってみたい雪かきかどうかわかんないですけど、結構タフなお仕事だと思うんですけど、どうですか、そのいい感じでできてます？あ、できてますね。やっぱりね、結構重労働なんですよ、やっぱり、うん、でやっぱりやった後はね、非常にもう筋肉とか悲鳴上げるんで、やっぱり50過ぎると。でもその後にね、やっぱりね、水素ガス吸入しますと嘘のようにね、疲れがね消えちゃうんですよ。でまだ1日がスタートするという私のルーティンですね、やっぱりその辺が。毎朝ですもんね。毎朝ですよ。ぜひ皆さん経験してください。ね、翌朝にまたぎっちり積もってるわけですからね、すごいですよね。普通ですけど。普通ですよ、ね、いやいやね、まあそれはね、大変ではありながら、冬はあったかいすき焼き、すき焼きってね、あんまり沖縄の習慣にね、しゃぶしゃぶとかやっぱね、はい、あったかいじゃないですかね、年中ね、あんまりなくてからいいなと思いながらなんですけど、はい、ぜひね、はい、そんな形でね、ドクター水素ボトルはね、疲れを取るというより本当に血行を良くするので、ね、睡眠もぐっすり、ね、いきますし、いいことがたくさんあるなっていうふうに僕も思ってます。はい、そんなわけでね、はい、今週もちょっとあっという間に嘘みたいな、もう素敵なお話を伺うことができました。ね、笠原律子さんはね、新潟からちょっとね、今ちらっと小耳に挟んだんですけど、 CM 中に素晴らしく、うん、回復された、実は私こんなことがあったのというようなね、ことを、またね、来週伺ってみたいと思います。今日は一旦ね、はい、ゲストの本田貞久さん、山形県からはるばる、でも来週もやっぱり呼んじゃいましょうね、呼んじゃいましょう、ね、はい、というわけでね、はい、皆さん、嘘のような本当のはということで、それぞれの健康のためにね、皆さんも健康でいましょう。というわけでまた来週ね、お届けします。せーので、皆さんね、いましょうね。はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。We'll be right back.